ちょ、待ってよ。密室から何度も戸隠君に声がかかったもの、返事はおろか、彼は振り返ることさえしなかった。ただ目的地へと向かって歩を進めるだけだった。その彼の足はある部屋の前で弱く立ち止まった。図書室？え？図書室に何かあった？何の用がある？さっさと中に入るぞ。何の用があるの？なんで図書室に来たのさ？あ、さ、本当にこの図書室にあるの？ジェノソイド、ショーの書、暗号を示す根拠ってのか？何度も言わせるな。わぁ、し、自分で調べるってか。ここだよな。ショックを立て早速中に入るとしよう。じゃあここに行くぞ。中に入ればわかる。おー、何があるのかな。うわ、すごい量のコミュースパイル。それにここにも格段にすごいな。つまりそれを耐えるだけの価値がこの街にあると思うかな。そうなの。まあちょっと調べてみようか。まあ監視カメラでしょ。この谷にはびっしりとファイルが詰め込まれている。その中の印刷をなんとなく手に取っていると、そのファイルを手に取るとなかなか思い方がいいようだな。え、そう。おっと、それはただしい、それは。じゃあここなんか資料か。やめろ、そこの資料危険だぞ。え、世界を動かす連中。おお、怖い怖い。まさか銀の資料とかその連中なぜだろう、本当に闇を感じるよ。よし、戻そうさあどうかな。一応やめとくか。多分ここのことだよな。じゃあ分厚いファイルがどんなにいっぱいスラリに目を通すとん、そこには現場写真か。常人の精神に出られるものもあるぞ、ね、注意しろ。あ、どういうの。そこに未解決事件。ほう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 。本来の外部に戻ることで非公開の。なんで、ちょっと待って。つうのさ、大統領のその、暗殺の件もそうだし、その、真の支配者層の、なんだろう、内容もそうだし、で、なんならその、非公開の、未解決事件の内容もそうだし、なんでそれがここにあんのさ。なんでそれがここにあんのさ。はい、どれも違うと。じゃあトカミ君に話聞けばいいのかな。この場所の価値調べてもいいか。わかるさ、あくまで操作は自分ってことね。ヒットランプのことだし、まあ、これか。じゃあトカミの中身は空だ。でも送りの方から何か入ってみたこと。何か入ってたかな。そこには延長コードが入ってた。俺も当日使ってもらっていた延長コードか。あ、こっちか。あららら。やめよう。まあ、これだよな。じゃあ、あれ？この電気スタンドって、ああ、トガミ君を使ってるものとものと一緒なんだ。なんだ。その電気スタンドがどうかしら。ここにあったりとものと俺が向こうに持ってた。向こうは薄暗いから超遅くなってる。どうだ、そろそろこの、いや全然何も分かってない。ふん、面白い。で、それがここ、そのデノサイダー証拠のと何のあれが、何が関係してんのさ。それでどうじゃなくて、ね、お前らの悪い癖、リアリティがないだけで嘘と決めつける。いや、嘘ではないと思うけどさ。でもよく考えたらやべえよ。
でもとてもじゃないけど信じられないっていうか、それにこんな量誰がどうやって取るだろう。そもそも ここにどうやって誰が集めたの。希望が見にくくが誰だかのそれだけの力を持っていたということ、あるいは俺たちに退屈するようにと車の心遣いとした。いらん心遣いだな。ダメだ、ついていけない。いくらなんでも現実離れしすぎる。どうした、まだ信じられないのか。逆にトワイン君はどうして信じられるの。普通無理だよ。なんだ普通とは。なんだ普通、平凡、単純、そんなものはこの世のどこにも存在しない。いや、あくまでこのゲームの内ではそうか。平凡という言葉は戸上くんの辞書にはないわけだ。この言葉の意味がわからないから、それは物語の本質を理解してないってことだぞ。耳が痛い気がする。それにその基準はお前の常識って考えればなはずだろ。お前程度の常識を俺に当てはめる。まあごめんなさい。ここに揃っている蝶は間違いなく本物だ。何度も見てる。ちょっと待って、何度も見てるもおかしいぞ。ちょっと待ってよ、何度も見てるって。あとここにあるのは極秘白なんでしょ。それならどうして。いやー、やっぱ戸上財閥の御曹司って違うな。え。我が戸上家の人間は政府関連のあらゆる資料に目を通すことが可能なんだ。国内外問わず、どんな人間関係だお前。どうしてそんな。つまりさっき話したろ、世界を売れて操る真の支配者層がいると。我が戸上家もそのメンバーなんだよ。いやー怖い、やばい。世界線というか、あれがぶっ飛びすぎてる。ついていけない。隣もいよいよ世界を思うともに操る偉大な秩序の人間というわけだ。その支配者の爪としては裏を表も含めた様々な世界を知っていく必要がある。まあそうだね。だから俺も暇さえあれば興味があるし、文章に目を通すようにしていたんだ。だからこそ断言がいる。ここに揃っているものは間違いなく本物だとな。信じる信じる、もう そういうレベルじゃないね。うん。黒幕よりもずっと恐ろしいやつになっちゃう。そしてそんな俺が特に、未解決事件の変わってるね、これが趣味って。これなかなかいい頭の体操になる。俺が遠い資料を見て解決した事件も一つや二つじゃないぞ。どんだけあんだよ。やっぱ戸上くん頭おかしいよ。だけども特に先にお手にだったらジェノサイダー小事件。戸上くんは僕との会話を続けながら種から一冊のファイルを取り出しよう。はいはい、そう、これがその事件ファイルだ。ここにジェノサイダー小事件に関する5オプションが打たれて、なかなか膨大な量が要請なくまとめて簡潔に発明してる。まずジェノサイダー小事件には2つの特徴。1つ目の特徴は、これは今回の事件もだったね。そしてもう一つの特徴は、被害者は必ず貼り付けにされている。チミドロフィーバーの気持ち、それで貼り付けって猟奇的だな。そういうことね。一緒だ、藤崎さんがこれで状況と。まあそう。驚くのはまだ、いや面白いのはここで。面白くはない。今言ったとおう。これを知るのは、警察内部、しかも上層部の人間だけらしい。この事態はマスコミに知られてるらしいんだ。血文字の件は、貼り付けの件は、うわーって思ったけど、それ大丈夫？戸上くんも怪しくなってきたけど、それ。ああ。それで話を藤崎さんの下に戻すが、あいつの試合は確かに貼り付けにされていたはずだ。そうだね。藤崎さん殺した犯人はどうして貼り付けのことを知っていたのか。そう。そういうことだ。それが問題なんだよ。だからその答えは実に簡単。つまり、犯人はもうさあ、なんでも、ジェノサイダー。そう。つまりだ。つまりこれが根拠だ。俺たちの中にジェノサイダーが分かり込んでることなんだ。じゃあ、本当にジェノサイダーしようか。そんな凶悪殺人が僕らの中に。面白い。面白くなってきただろ。いや、全然面白くない。
まさかこのゲームに話題の連続殺人鬼が参加しているとはな。大義、お前もこの資料を見ていた方がいいんじゃないか。他にもいろんな手がかり見つかるはずだぞ。みんな泣いて頼んだら見せてやるよ。ふん。おう。ね、トガミ君に頼むの。僕にも見せてもらっていいかな。天才がちょうど事件ファイルさ。まあいいだろう。泣いて頼んではいいだろうが、まあいいだろう。この場所で見る分には構わな。持ち出したりしなければな。トガミ君から受け取ったファイルを緊張した手つきでめくっていく。トップシークレット。ジェノサイダーショー。そんなわけないと思っていたら、一連の殺人現場と写真現場が分かれたページだった。うわー、だいぶやべえ。原田健、おお、本田って言うのかな。本田哲弘、わかんねえ、多すぎ。ええ、少なくともだ。同じ方法で殺され、同じ方法でアリスケにされている。シミドロフィーバーの血文字が残されている。うわその次のページも見ろ。そこにも面白いことが書かれているぞ。次のページ?プロファイリング検査。一連の犯行は平日の深夜、もしくは休日の昼間から夜にかけて発生。最も頻度の高いのは休日の昼過ぎ。以上のことから犯人は学生であるとも推測される。うわー、これそういうこと。いや、もしかしたらこれ日本になるかもな。濃い内容が。目撃者の報告もないことから、犯人は外的要因もなく、これらの奇妙な行動をした模様。これらの支離滅裂な行為から、犯人は隔離性同一性障害。まあ、いわば、多重人格みたいなことかな。つまり、多重人格者の可能性があるということ。おお、ほうほうほう。多重人格者ってテレビとかで見るあれ?これもまた現実離れした話だけど、でも今までの言葉の方がずっと現実離れしてるんだ。それくらい不思議じゃないのかも。麻痺してんのかな?おお。行くぞ。ではそろそろ行くとしようか。え、行くってどこに?こっから出るんだよ。まあこの場所に用はない。あ、ちょっと、どかみくん。勝手にやる気に立ってトガミ君を追いかけるようにして、僕も図書室を後にした。さてと、お前とはここで別れだ。俺は学級裁判でお前にやる。おー、なんだよ、そんな振り回しておいて。お前の相手をしている暇はない。迷惑つき持ちの悪い時間違いはよしてくれ。ずっとしてたものだったから。あとは自己責任で何とかしろ。自力で捜査を進めるんだ。じゃあな。そして彼はそのまま僕の前から姿を消した。誘ってくるのも唐突なら別れるのも唐突。結局散々振り回されただけだったような気もするけど、でもそんな彼のおかげで重要な手軽に入手できたのも事実だ。純粋でしょ。それが藤崎さんを殺した犯人、そしてその殺人鬼は僕らの中にいる。その正体が誰なのか何とかしてそれを突き止めないと。そのためにもう一度捜査すべき場所は、まあそうだよ、女子更衣室か。戻りましょうか。じゃあこっちじゃない。はい、どういうことなんだろうな。おお、山田君。ミロリロリー。おお、当てにはならない、当てにはなれなそうだけど、ちょっと聞いてみよう。なんかふふ、まだパラメータがあったかとよ。何人証拠って何を見つけたの。そいつは前に言えねえかな。ただこれは完全に犯人の息の根を止める証拠のはずだ。本当かな。そうそう、確かツレツに
何か目撃したとか。これは後でセレスさんに聞いてみる必要があるな。目撃って何を教えてくれついた。好きな子をいじめですかね。どう思います。いや多分山田くん嫌われてると思うよ、セレスさんに。それでそのセレスさんはどこにいるか。ふむふむ。そう、はいはい、どっちだ。まあまず捜査だよな。あらやだ、何度見ても生々しいったらいらしない。全身から精血が出ている。まあまあまずは、はい、じゃあ話は変わんないのか。大和田くんに聞いても、キリキさん捜査を進んでる、大体ね。だけど私はもう行かない。捜査以外にやらなきゃいけないこともあるし。捜査以外に、いやーまあそうなのかな。キリキリさんすごいすごいからね、本当に。それって何のこと。そう、あなたが気に付くことじゃないわ。あなたはこの殺人に集中してればいい。あれなんか辛辣辛辣で、でもじゃあ最後に質だけ教えてあげる。藤田家の下をよく調べ直してみます。電子生徒たちが亡くなってる。おお、これはなんやかんや言って戸上くんに振り回されたけど繋がってるのか。じゃあね。あーら、行っちゃった。下を調べ直してみるか。いやーこれも繋がってるような気がするね。さっきにそれを聞いたんだ。うん、ちょっと調べ直してみるよ。じゃあ、うん、詳しくって言っても僕なんかじゃ限度がありそうだけどな。やるだけやってみよう。両手をロープのようなものを食べてる。このロープを作って貼り付け状態に吊るされてみたら、で、あれ？コンセントがついてる。コンセント？じゃあこれってロープじゃない。でも冷静になってくるとか、換気になるのはそれだけじゃないぞ。頭部の打撃なんだよな。つまり頭部を殴られて殺されてることや。今歩きの原因というの。あ、そうだよね。ちょっとジェノサイダー賞もう貼り付けや、ちょっと致命傷の件とかと思うとちょっとわけが違うような気もするけどね。最初に見たいときは特に動きは感じなかったけど、そうだよ。どれも使われてるのハサミだよね。これってどういうことだ。うん、下に見ていく。それは初からロープのようなもの正体だ。あの場所、ロープ。おお、あの場所ってことはつまり図書室か、こっち、あ、ブック室か。あら、そうか。次にロープで、うん、ロープじゃない。組み合わせというよりは一ミリ状態だった。そうだね、反復しちゃった。で、チミドロフィーバー。メインチミドロフィーバー。ジェノサイド。で、まあ、ここもそうだし。うん。まあ、そうなのかな。カブトに名前あるし、結婚。で、ダンベル。まあ、凶器だよね、多分。で、あとは。おのれ。許せん。絶対に許せん。優しい。あとは、調べられることはないか？
あるか。いや、もうねえか。邪魔ちょっと。こっち行ける?あ、入れた。あ?ちょっと待って、このシミなんだこれ。カーペットに謎のシミがある。一応なんか、ちょっと、入れんのかなと思って、選んだら、たまたま入れてたけど、なんだこれ。思わぬ証拠を貼ったぞ。これ何シミだ?おお、思わぬ証拠を手に入れた。で、これ?あれ、このポスターって、女子に人気のアイドルグループ、トムネイトのポスター。なんだか大志向室にふさわしくない?でも待てよ。それは向こうのポスターって、そうか、これって変だぞ。どう考えてもいいんだ。そうよ。ああ、そうか。そうだな。そうだよ。男子更衣室に、女子に人気のアイドルグループを置く必要ねえし。で、逆に男子に人気の、グラビアアイドルのポスターをわざわざ貼るわけねえもん。ああ、ポスターが入れ替われる。まあ、その線もなくはないかな。いや、でも、事件前どうだったっけ?覚えてないな。そうだよ。でも、だとしても、何のために交換する人か。こういつ詳しい人に聞いてみた方がいいかも。こういつに詳しい人っつったらもう、大神さんでしょう。大神さんしかいねえよ。大神さんってよく女子と更衣室でトレーニングしてるんだよね。そうだな。ここは使えるようになっている。フォーを毎日着て、たまに朝日奈にも付き合ってもらってな。だったら聞きたいんだけどさ、女子更衣室と男子更衣室のポスターって入れ替わったりしてないかな。すまない。すまんか、記憶にないな。ポスターだと注意してみたことがなかった。さすが、さすが霊長類最強。まさに力だけを求める。そっか。されこの更衣室に関して少し気になること。プロテイン効用を愛飲しているのか。プロテインなんかあったんだ。ああ、倉庫にな。安物なんか我慢する効果あるまい。それでプロテインコーヒーを作り、トレーニング後に飲んでるんだが、センスロカープをこぼしてしまって、はあ、さっきのシミってそれ?じゃあカーペットが移動してっていう可能性はあるけど、何のために。でもここの女子更衣室のカーペットにシミなんてないみたいです。そうだな。そうだ、我もさっき気づいたんだが、そのシミが消えてしまってるんだ。あー、じゃあトロモどうなんだろう。桑田くんみたいに、その桑田くんの時みたいに誰かがその消したというか、まあ汚れを落としたりしたのかな。おそらく誰かが掃除したんだろうとか。それにしてはやけに綺麗だと思わんか。まるで最初からシミなんてなかったかのように。消えたシミ、何か謎がありそうですな。で、あとセレスさんか。セレスさんにも聞いてみよう。セレスさんどこ?そうね、倉庫にも用あるし。玄関ホールで何やってんの?セレスさん、セレスさんに用があるんだ。あれ?こんなところにあったんだ、そうか。気づかねえ。そしてセレスさん、こんなところに何やってんの?セレスさん、こんなところに何してんの?この倉庫はすごいところですよね。いろんな生活必需品が揃っておりますわ。食料品からジャージやタオルまで、よりどり緑ですよね。うん、そんな頃でさ、セレスさんは事件に関する手がかり見つけた。そんな、やはりお気になるのですね。倉庫の説明でごまかそうとしてもか、無駄でしたか。じゃあ何か知ってるんだね。
なんあなただけに。おお、それは親切。実は昨晩この倉庫で藤崎さん。ほう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 。え、藤崎さん。夜時間になる直前のこと。あら、こんな時間にこんな場所で何をなさっているのですか。ちょっとトレーニングでも始めるおつもりですか。え、なんでわかったの。ああ、やっぱトレーニングやるに来たためにか。スポーツバッグからはみ出していますわよ、青いジャージの袖が。ああ。本当だ、ありがとう。じゃあ急いでるから行くね。彼女は慌ててジャージをバッグにしまっていました。あれで隠しているように。やっぱその筋トレというか、まあ、それをトレーニングをするのはやっぱ知られたくなかったんだよね、多分。でそのまま出て行ってしまいました。そうですわね。私はてっきりトレーニング行くのには翌朝バッグだとばかり思っていましたんですが、どうやら彼女は余裕時間のルールを無視してその足でトレーニングに向かったようですね。ルールを無視するからこんなことになったんです。自業自得ですよね。ちょっとマイナスじゃない、セレスさん。じゃあ藤崎さんはやっぱりこっそりトレーニングするために女子高室に行った。だからわざわざ夜時間に。あれだけど変だな。ああそうだね、ジャージもバッグも残されてなかった。いや犯人が証拠を隠滅したってことか。だからで、あと考えられるのは、食堂。バキッつったな。ちょっと怖いんだよな。おしゃー。で、図書室か。図書室でなんか変わってる？モノクマ見てる。ないよ。今やっぱここだよな。なんか変な違和感があると思ったのか。気のせいか。記憶の中身は空だ。延長コード入ってたんだよな。もう一度電算いたしょ。でも確かこの辺にあれなくなってる。誰かを持ち出したのか。でもそんなことができるのって人の戸上くん以外に考えられないよな。戸上くん探すか。どこだ戸上くん。トガミくんいねえ。あれトガミくんいねえ。延長コードコンセント、なんかじゃーん、なんかありそうな気がするんだよな。あれ？これさ、ちょっと待ってね。これさ、トガミくんさ、延長コード。そうだよね。これさ、卓上ランプあるじゃん。この。これさ、思ったけどさ、これさ、そうだよ、ほら。で、これ、この、コンセントがあるんだけど、それ繋がってねえんだよ。まさか。あれスイッチが入れない。そっか、電源が入ってないねえな。この距離だと元気スタンドのコードがコンセントもある。
ほら。ほら。じゃあこれじゃないか。だからその貼り付けにしてた道具っていうのこれ、この延長コードなんじゃないかな。でもその延長コードは今ない。ちょっと電気スタンド。これちょっとやっぱなんか戸上くんなんか企んでんじゃねえの戸上くん。てかそうなったら戸上どこ行ったし。いや待てよ。いや待って。もう一回一から聞き直してみよう。山田くんは何やってる？リロリロリー。なんか。ああ。うん。そうに決まっ。うん。変わんない。あと朝比奈さんか。あと朝比奈さんとかも。ちょっと話聞いてみよう。思ったけど多分こっちで移動した方が絶対早い。うん、こっちで移動した方が絶対早い。当たり前だけど。朝比奈さん、そういえば、氷川さんどうなったんだ。あ、朝比奈さん、氷川さんは元気そう。あ、氷川さんは一向に出てくる気配もないし、それにまだジェノサイダーがどうとか、だから置いてきちゃった。ちょっと無責任だな。置いてきたの？問題だらけで頭にゲットだから、常にお腹の中もめちゃええって。でもこれも食べ終わったらまた戻るから安心して。氷川ちゃん、嫌なやつだけど、心配だもんね。ところさん、何食べてんの？ドーナツに決まってるじゃん。いや、決まってるし、それは知らないけど、決まってるんだ。で、ドーナツと宇宙を作っただけは、点だけは、母さんも褒めてるんだよね。そうなんだ。うん。せくても、もっとドーナツ食べたかったの。藤崎さん、ドーナツ、食べたかったか？ああ、もっと藤崎ちゃんと仲良くしてればよかったな。そういえば、藤崎さんって誰が仲良くなったの？それは。なんか彼女って不思議。なんでさ、あんまり女子とは仲良く。なんていうか、向こうの方から私たちと距離を置いて、なんかなぁ。藤崎さんもなんかちょっとなんか変に感じるんだよな。そういえば、大木さんは言ってたっけ？もうトレーニングさせても断り続ける。そうなんだよね。女子のみんなと距離を。うわ、これはなんかここが黄色くなってるとか、なんかこの文章の意味ありげだな。人見知りだったとか。その線もあり得る。気軽に男子に話しかけてた。同性には人見知りで異性なら OK と口ない。まあ確かに。待って、もしかして男子が血をする手でって呼ばなく。あの彼女がそんな風には思えないけどな。うわー、始まってしまう。始まっちゃうのか。お待ちかねの学級裁判を。ではでは、いつもの場所に集合お願いします。始まってしまうのか。学校エリア1階にある赤い扉にお入りください。了解した。うぷぷ、じゃあ後でね。始まってしまうのか。始まる。学級裁判が始まってしまうんだな。赤い扉、あの向こうに行かなきゃいけない。でも今回はここまでにしたいと思います。では、もしよろしければ、噛んじゃった、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。多分パート分かれるかな。どうだろう。今回の調査長くなっちゃったからさ、もしかしたら2つのパートに分かれるかもしれないです。多分。では今回はここまでにしたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。ではお疲れ様でした。では失礼します。